はい。こんにちは。アタヒアオです。本日、まあもちろんタイトルでお分かりだと思いますけども、Galaxy S22 ウルトラについてのお話をしていこうと思ってます。まあこいつが結構大きいんで、うん、まあ他に S22 無印とプラスも同時に発表されてるんですけど、ね、あとはまあタブレットですね。 えー、ありますが、ちょっとまあ、ウルトラがまあ、一番注目度高いでしょうし、俺も従来からこいつは注目してきていたので、今回こいつ一本に絞っていきたいと思います。で、またですね、あのー、ちょっと頑張ってはいるんですけども、<laughs> S22 ウルトラもそうですし、21ウルトラ、そしてまあ、元々もともともう飛ばされていたわけなんで、21、あの、ノート21なんて出なかったわけですから。 なので、この一つ前となると、純粋なノートとしてはノート20ってものがあって、ま、この3機種、え、比べながらお話をしていこうと思ってますが、当然ながらこの3機種のスペックがままる俺頭の中に入ってるわけではないので、ちょっと、ま、しどろもどろになったり繰り返し話すことがあるかもしれませんが、ご了承ください。ということで、早速 S22 ウルトラについてのお話をしていこうと思いますけど、ま、総括をポッと言っちゃうとですね、 えっと、人によってま、二つに意見分かれるなという端末です。えー、ここまでのですね、えー、正式発表までにさまざまなリーク情報が出てきていて、まあ、それはおおむねそれぞれのリーク情報は正しかったっていうふうに思いますし、まあ、俺も,も動画の中でも扱ってきてましたけども、なんといっても今回はですね、S22 ウルトラという名前で売られているけども、 まあこれはノート22だよねっていうものになってるわけですね。S ペン内蔵しましたよっていうこ。ここが、ここがものすごく意見の分かれるところだと思います。まあこの S ペンが S21 ウルトラの時には、まあ S ペンに対応しましたっていうことだったんですけど、結局これを持ち歩くためにはね、ペンも一緒に持ち歩くためにはケース、まあもしくはまあまあそういったペンをバックに入れるとか、ね。 いう感じでしかなかった。スマートフォン単体、こいつにパチッとこう内蔵させて持ってくってことはできなかったので、ノートユーザーからは、んっていう感じだったと。まあ、ノートユーザーの中で、裸裸仕様っていうですね、ことですね。で、あとプラス、あの、数年前からですね、このエスペン自体の仕様も変わっていて、まあ、その、 端末の中に入れてる時に充電されてとかっていうのもあったりしたんですね。まあタブレットの場合はタブレットにくっつけて充電するっていう感じだったんですけど。だただ、内蔵式じゃなくなったことによって S ペン自体も1個前に戻るっていうような感じだったんですよね。そういったところから純粋なノートユーザーからも、ただ単にこう対応しただけではというふうにも取られているところだったんですよ。だから割と S21 ウルトラ自体が ノート視点からすると中途半端に、まあ一応対応はしてくれてたけどもっていうところだったと思いますが、それが今回の S22 ウルトラで、まあ完璧にノートユーザーからは良しとされるものになったのかなというふうに思います。 当然ながら S ペンは本体に収納することができ。まあ、なので、ケースで S ペンをくっつけて持って歩くものをなくして、普通に裸のままでも S ペンは携帯できますし、まあ、従来の S ペンでの、ま、新しく加わっていた機能なんかにも対応していたりします。ま、もちろん今回、えっと、ノート20ですね。これと比べても S ペンを含めた、この機能っていうのは、より、 あの、洗練されてきているので、さらにいいものになってるのは間違いないと思いますけども。っていうところだし、あとディスプレイなんかにおいても、その、ペンの追従性とかね、そこら辺もアップしていたりします。というところなんで、ノートユーザー、ノートファンからすると、絶賛に近いと思います。はい。ただ、そうではない。えー、ペンいらないですっていう。 ペンはいらないっすよっていうユーザーですね。従来の S ウルトラを買っていた人たちからすると、いや、ペンを付けるんだったらもっとバッテリー増やすとか、マイクロ SD スロットを復活させるとか、もしくはもう少し薄くするとか軽くするとか、対衝撃性能を持たせるとか、 安くするとか <laughs>、できたんじゃねえのっていうことになり得る。ですよ。もともだって、その S シリーズのウルトラ買ってる人たちは、ペンいらない人たちだったわけですからね。で、それが、昨年の S21 では、まあ、それでもペンいらない人は、これ、オプションで、使えますよ。っていうことにしてただけなんで。 今回から強制的にペン、はい、ついてきちゃいますから、どうなんかなっていうふうに思います。うんそこが分かれると思う。もう従来から、あのー、リークが出てきている段階から俺もそこら辺は言ってきましたけども、やっぱり、うんそこは意見変わんないなっていうところだと、まあ、あのー、ベストなのは、 やっぱりペンはオプションであることがベストだったんじゃないかなというふうには思います。ただ、それもですね、あの、この S ペンを単純に、えっ、ー、と、まあ、収納できるケースとして持ち歩くんじゃなくって、鞘のような形になっていて、サイドフレームにカチッとくっつけるような機構にできていればよかったんじゃないかなっていうふうに思うんですね。 実際問題は今、あの、左サイドには何もない状態なので、あの、ノートシリーズも S シリーズもね、そっち側にバチッとくっつけると、いうことのがベストだったんじゃないかなと思います。これはあのー、ライブ配信もそうですし、他の動画でも俺たびたび言ってますけども。だからベストまではいかなかったの人によっては、今回は SP いらないのになーっていう人もいるだろうなというところですね。なので、 まあちょっと長くなりましたけども、うん人によってこれ賛否がま、二つに分かれるものだなというところです。というところで、ちょっとま、三機種の、えー、スペック、えー、それぞれをまあ表にしてお話をしていこうと思うんですけども、なかなかなのでね、こう見方が難しいんですよね。今回ね。 この S22 ウルトラ単体で見たときには、やっぱりその前の S21 ウルトラだったりとか、ノート20ウルトラと比較すると良くなっているところ多々あるんですけども。はい。どういうふうに評価するかによってそれもまた変わってくるというか、うーん結構だから難しいスマートフォンだなっていうふうに思いました。例えばね、あの S21 ウルトラとディスプレイ一つ比べたとしてもね、 あのー、良くなってるところもあれば、逆にっていうところもあるんですよね。その縦幅がね、若干短くなってる。これはまあ、ノートユーザーに合わせてるっていうことなんでしょうけども、若干ちっちゃくなってるんですよ。はい。なので、大きい画面をそのまま使いたいっていう人はどうなのかなっていうの。本当微妙なラインではありますけども、120ピクぐらいが、あのー、削減されてるので、 そこら辺どうなのかなっていうところと、ただそれでも良くなっていることはあると。えー、より明るいディスプレイになってます。これはあの、UKL の、なんていうんですかね、弱点でもありましたけども、その、晴れた、よく晴れた日、太陽光の下ではやっぱり見にくいわけですよね。これが明るくなれば明,明るくなるほど視認性が良くなったりしますし、そこら辺は良かったんじゃないかなっていうのと、 まあもちろんその HDR とかね、そういったところの表現の幅も広がりますし。で、あとはそのリフレッシュレート。あの前回までのものも、もちろん最高では 120Hz のリフレッシュレートを対応してたんで、えー、より滑らかな表現っていうのも可能でしたと。エンターテインメントコンテンツによっては、それを十分に感じられるようなものになっていたというところです。で、あとはまあ普段仕様の中でも、よりまあ目に優しい効果があったりするので、 まあそのスマートフォンを凝視することが多くなっている現代人にとっては、その、なんていうんですかね、その体感的になんか良くなるっていうのが、こう、如実にわかることではないけども、命の負担が減るっていう良さが出ていたというところだったりします。で、これが、えっと、最低の方でも良くなったっていうところで、前回までは 10Hz、 だったんですよ、最低がね。10Hz から 120Hz ということだったんですけど、今回から 1Hz から120、Hz、ということになりましたので、まあ、より、その、画面を書き換えなくてもいい場合ですね。例えば、Always Display 用の時だったりとか、スリープ中の Always Display ですね。だったりとか、まあ、常に、写真なんかを、まあ、行している時とか、そういった時ですよね。 はより省電力性が期待できるとというところですこれはですね、まあ一部のスマートウォッチなんかにも採用されたりしてきているので、まあ当然スマートフォンにも採用されるのはいいだろうなというふうに思います。あの、長らくその大容量のバッテリーを積んでいるにもかかわらずですね、バッテリーにはまあなかなか不満のね、 え、残る、えー、ギャラクシーシリーズだったと思うんですけども、しっかりと、あの、歴代の、そのスマートフォンごとに、あの、できる省電力、なんていうんですかね、機能というかね、やってきてるよっていう、今年はそういうことはちゃんとやってきてるよねっていうところだと思います。あの、省電力性もないがしらにしてないぜっていうところやってきてるんで、S21 ウルトラと比べても、S22 ウルトラが良くなってるところもあれば、 んって思うところもあるよっていうところなんです。で、これが、じゃ次、ノート20と比べたらどうなのかっていうと、実はノート20と比べてもディスプレイサイズはちっちゃくなってるんですよ。ノート20は6.9インチでした。でこれが S22 ウルトラになると6.8インチなので、本当に微妙な差ですけども若干小さくなってますというところですね。だここをまあ人によってどう取るのかなっていう感じなんですが、ただ、 ノート20よりディスプレイサイズちっちゃくなってますけども、それは縦。縦がちっちゃくなっていて、ただ横は広がってたりするんですよね。うん。ここも賛否両論分かれちゃいそうな感じがします。ただ、その、S21 グロトラとも、ノート20とも比べてもいいなってものはさっき言ったリフレッシュレートだったり、明るくなっていることだったり、あとはもう一つ、これは結構大きいと思うんですけども、 えっと、4ペン。ディスプレイを囲む4ペンのベゼルが、もう、ほぼほぼ同じ幅になったということなんですよ。えっと、ご存知の通りで、まあ、ノート20もそうですけど、まあ、その以前の、えノートシリーズもそうですし、S21、ウロタラもそうだし、その S21 よりも以前のギャラクシーシリーズ。でも、結構、サムスンって驚愕口だったよねっていうのは、 皆さん認めるところだと思うんですけども、それでもね、それでも若干下に、下の辺の部分は幅があったんですよ、ベゼルの。これが今回ですね、S22 ウルトラで、ね、4ペンすべてがほぼほぼ同じ幅になって、なかなかその見栄え的にもいいし、バランスの取れたものに仕上がってるんで、全部、 すべての面において、すべての辺において、凶悪物じゃんっていう感じなんですよね。な、ここは、あの、両方の過去作と比べてもいいところかなというふうに思います。っていうところで、ディスプレイ一つとってもこんだけあるのよ。<laughs> 見方によっていろいろ変わる。はい。なかなかですね、強的な s22 ウルトラというところが分かっていただけたかと思いますが、まあ、チップだったり、メモリーやストレージに関しては、まあ、だいたい変わらないです。えっ、ー、と、今回ね、最新の、えー、スナップドラゴン8ジェネレーション1を搭載してきているということなんで、毎年毎年、あのー、まあ、ノートは、ハーフシーズンずれての、えー、まあ、リリースになってましたけども、出すフラグシップキーは、その年の、 まあそのフラグシップチップですね。を積んでいたわけですよね。で、プラスラムに関しても今回8ギガと12ギガというところで、まあまあ、あの、世界最高ではないです。世界最高ではないですよ。あの、去年なんかでもログフォンなんかが18ギガとかね、やってきてま、ね、来てたりするので、最高ではないですけども、まあギャラクシーをここ数年のものを触った人だとわかると思いますけども、まあもしこれが買いモデルの8ギガだったとしても、 ですけども、結構滑らかに動いてくれるんで、そこら辺はいいのかなというふうに思います。結構まあ、Google さんとも仲良くやってるんで、その Android OS 自体の最適化っていうのもしっかりやってくれてるという印象があります。っていう感じなんで、8ギガ、12ギガでも十分でしょうというふうに思うのと、ストレージ。これはまた分かれるかな。一応128が加減からあって、最高で1テラっていうところなんですけども、昨年の S21 ウルトドドラは日本では1 512? とかかなと、投入されなかったんじゃなかったでしたっけ ?2 頃とかだったと思うんですけどで、ここら辺がちょっとね、人によってはっていうところじゃないですかね。1282頃とかでもいいんだけども、だったらマイクロ SD つけてほしいよっていう人も、まあ未だにいるだろうなというふうに思います。で、あと、まあその中で、サムスンとしてはですね、そういった不満点を、まあある程度軽減するために、 クラウドストレージっていうのを推奨してるの、これ何でもそうなんですけども、まあここ数年で新しくやってるのはマイクロソフトと仲良くやってのワンドライブですね。ここら辺が Google さんとどうなのかなって感じなんですけども、まあそれはまあ、あのちょっとした心配として置いといても、まあワンドライブ、あのしっかりと使えますよというところになってます。もちろんその、えっとアプリをねインストールしたりすれば、普通にまあ Google ドライブだったり、ドロップボックスだったり使えますけども。 親和性を高くしてきてるのはワンドライブというところになります。で、カメラですね。カメラは、うんとね、S21 ウロタラと比べたときに、その、例えば画素数とかうーん、ズーム性能、ズーム倍率っていうところだと、数字上はそんな変わんないんですよ。だけども、 えー、まあ、しっかりと、ここ数年やってることを継続してきていて、何かっていうと、まあ、暗所撮影の向上ですね。もともとはですね、まあ、ファーウェイが落ちていくまでの中で言うと、ファーウェイの方が暗所撮影強いよねっていう感じでいて、サムスンはちょっと負けてきてんじゃないのっていうような評価がされてきてところでの、じゃあうちもやるわというところで、暗所撮影にめちゃめちゃ力入れ始めたのが数年前からなんですけど、 これを今年もやってきているというところだったりします。はい。まあ、最近はですね、特に、まあもうパンデミックも収束に向かってはいますけども、それでもまあ、出かけんじゃねえぞという話で、まあ、屋内でカメラを使うことも増えていたと思うんですけども、そんな中で言うと、屋内でなんとなく、うん、屋内でだから、 ね、屋内なんで、割とその暗くなりがちなね、被写体とかも結構明るく撮影するっていうのが今回のはいいのかなっていうふうに思ったりします。まあ、より効果を出すのはね、今後まあアウトドアとかで出かけることが、なんていうんですか、全面的に OK よって言われた時には、まあ夜とかね、遊びに行ってる時とかの写真もよく撮れるんじゃないかなというところですね。もちろんそのノート20と比べた時には、もうより良くなってますよ。2世代こう飛び越えてるんで、 そこら辺は良くなっていると思います。はい。で、あとフロントカメラももちろんノート20と比べても上がってますね。画素数から変わってますし。ただ、ここら辺もね、どうなんですかね。えっ、ー、と、例えば Z f o l d 3なんかだと、一応その、サブディスプレイ側は普通にパンチホールだったんですけど、あの、大画面側というかメインディスプレイ側の方はですね、 アンダーディスプレイカメラにしていたわけですよね。まあ、ゆえに、今の、その当時のサムスンの技術力だと、画素数的にもちょっと荒くて、カメラの穴は目立つわ <laughs>、えー、撮れてる写真も良くないわっていう感じだったんですが、 ただ、その、他社を見たときに、シャオミだったり、オッポだったりっていうのは、より良い,いものをやってきていたりしていて、そういった技術っていうのは世界的にはもうあるんで、本当だったら、そういったね、シャオミたちのレベルのものであれば、アンダーディスプレイカメラでも、この S22 ウルトラはいけたんじゃないかなっていうふうに思わなくもないんですけど、そこには挑戦してこなかったというところが、 まあ、スペック中的な観点というか、その、新しいテクノロジーを追い求める人種観点で言うと、ああ、そこまではやってこなかったんだっていうところは、正直あります。はい。まあ、毎年のように新しいことを挑戦してきているようなメーカーだったんで、ああ、やってこないんだねっていうところでした。まあ、あの、やって、やってこないからダメよっていうわけじゃないんだけど、ああ、やらないんだっていうところですね。うん まあ人によってはそこを気にする人もいるかもしれませんね。もうそもそもインカメラつそんな使わないから <laughs>、アンダーディスプレイカメラにして欲しかったな、みたいな。いるかなっていうところですね、はい。で、バッテリーに関しても5000ミリなんで、S21 Ultra と比べると容量的には変わってませんよ、というところだったりしますが、まあ当然だからノート20と比べると容量は増えてますよ、というところですね。 ま、先ほどもね、言ったんで、ちょっと繰り返しになっちゃいますけども、ディスプレイの、ま、リフレッシュレートだったりとか、明るさの調整機能なんかも向上してたりするし、えー、ま、中にね、その冷却機構なんかも、ま、毎年毎年ちゃんとブラッシュアップしてきているので、その、最大のパフォーマンスももちろんそうなんですけど、その最低もちゃんと考えている、加減のパフォーマンスも考えられているので、まあバッテリーも期待はしたいと。 いうふうには思ってるところですね。あの、そういう施策はちゃんとしてきてくれてる。あの、実際のバッテリー性能に関してはこれからね、いろんなところが、あの、しっかりとね、あの、比べてくれるというか、だと思うんで、それは待ちたいなと、実機が出てくるまで待ちたいなというふうに思いますけども。現状ではバッテリーには期待はしたい。ちゃんとやってることは見えてるんで、期待はしたいなというところです。で、しっかりと、まあ、防水、防塵ですと。 いうところなんですが、こんなところがざっとスペック表見てるところでの感視なんですが、皆さんはここまででどう思ってるでしょうかうんえっと、人によってはね、まあもちろんその S22 の無印と、えー、プラスも含めて見たときに S21 が 出たとき、要はその S20 から S21 になったときよりも、この S21 から S22 になったときの方が、なんかその大きな進化ってあんまないのかなっていうふうに見えてると思うんですけど、それはそうですよというのは、俺は言っておきたいなというふうに思います。あの、ずっと動画の中でも去年から言ってきてることですけども、 あの毎年毎年ジャンプアップさせるってことはなかなかそれは酷なことですし、あのー、できないのは、うん、なんだろうなものづくりとかもそうだし何かサービス運営とかしてる人だったらよくわかると思うんですけど <laughs> まず次の年は新しいことをやった次の年はそのブラッシュアップに努めるっていうのが常なんですよね、まあ、だから えっと、過去の動画でも言ってきてるのが、S21 の完成度を高めたものが S22 として出てくるはずだっていう話を言っていたんで、なのでそれゆえに S21 で持っていた不満点なども、もちろんその個人個人で持っているその不満点を まあ、10から100までってもうすべて解消して、もう完璧でしょ、これっていう感じは出てこないですよ。それはそんなことできないんで、大衆に対してこう出してるものができないんですけども、S21 で上げられていた不満点のいくつかを潰したものとして S22 に出てくるんで、完成度としては高いものが出てくる。なので、その買った時に、その不満点がより少ないものになってるのは間違いないですよって話をしましたけども、まあその通りで出てきたのかなっていうふうに思います。はい。 完成度高い、えー、まあ、言ったら S21S みたいなものですよね。出てきたというところです。はい。ただですよ、この、だから、22ウルトラに関しては、冒頭で言ってのは、ちょっともう、見る方、見る角度というか、見る方向によって、見てる方向によって、ちょっと評価が分かれるな、っていうふうに思います。うん。だから、これを、どうなのかな っていうところですかね。で、総評として見たときには、やっぱり、その、S ウルトラシリーズ、歴代の S ウルトラとして見たときには、S ペン不要だよねっていうふうに思ったりするし、じゃあ、ノートシリーズでいったときには、完璧に何も文句ないかって言うと、そうじゃなくって、やっぱりそれでもカメラとつってんですよ。あの、ノート20に比べたら、とっつりはちょっと少なくなってますけども。 別に22ウルトラも削ってるんですね。やっぱりだからデスクとかに置いた時にはカタカタするんですよ、これは。間違いなく。あの、ケースをつければそんなことにはならないっていうような意見もあるかもしれないですけど、まあ、プロダクト製品、あの、作ってる人たちはみんな別にケースをつけることが前提としてやってないんで、あの、単体で見た時に、に一番美しく、一番かっこよく、一番便利に使えるものを、 あの、模索しているんで、それで言うと、ノートとしても、まあちょっと不十分かなっていうふうに思ったりしますし、あとは、その、やっぱりエッジディスプレイを未だにやっているので、S シリーズとしてだったらまだわかるんですけど、ノートだったら特に、やっぱり端の方までペンを走らせるっていう、まあの、サムスンは単純にメモを取ったりとか、 その何かに書き込んだりっていうことだけじゃなくて、お絵描きも推奨してますからね、このノートシリーズっていうのは。ここ何年も。その、お絵描きコミュニティまで作ってるぐらいなんで、サムスンとしては。ここに絵をあげましょう、みたいな。みんなに自慢しましょう、みたいな。ね。で、いい絵には、いいねにしましょう、みたいなことをやってるぐらいなんで。であれば、端っこまでちゃんとストレスなく描けるような形状に、フラットディスプレイにしてほしいなっていうふうに思ったりしますし。あとはですね、なんと言っても、 このノート20からなっている S ペンの収納が左側になってるってことですよ。はい。右利きの人は大体が左手でスマートフォンを持ってペンを取り出したり収納したりっていう風になると思うんですけど、指の腹がちょうどあるところにペンの収納口があるっていうのは、ちょっとまあ、もちろんじゃあ左利きの人のことはないがしろにしていいのかっていうと、そう、別にそうは思って、そういうことではないんだけども、ビジネス的に言うと右利きの方が世界的には多いわけなんで、 そこに対してちょっと不便に思うような、ストレスに感じるようなものに仕上げているのはちょっといかがなものかなというふうに思ったりするところですね、うん。まあなので、ノートという観点でも、うん、完璧ではないっていうふうに思ったりします。はい、まあなので、どうかなうん完成度は確かに、 やっぱり S21 から上がってたりしますけども、うん、なかなか手放しで100は俺はできないです。はい、で、今言った、俺がちょっとこうネガティブに言ってるところが全く気にならない人はね、全然買っていいと思うんですよ。ソフトウェア的には成熟してますし、ね、もちろんその S ペン単体で見たときにも、 あの、便利な機能っていうのは、まあ、日々進化してってきて、今日に至ってるわけなんで、それが全て入ってるっていう、この、一台のね、この薄い板に、あの、入ってるのは、それはそれで全然便利だと思うんですよね。で俺が言ってるのは、本当に突き詰めのところの意見なんでね。うん、まあ、なので、普通におすすめはしますが、俺はこんな意見ですよというところですね。で、あとは、まあ、そうだね。 個人的には最近その、注目してるというか、気になってるのは、やっぱりそのサムスンデックスもそうですし、ファーメンも時にはやってたし、あとはワンプラス系の、まあ、オッポなんかも一応その、PC へのリモートっていうところもやってたりするんで、あれなんですけど、そのディスプレイとつなげて PC ライクに使うっていうところが、 個人的にはここ何年か気になってるところで、そこの機能なんか新しいのあるのかなっていうのは気になってます。そこが本当にもう何年もこれあることなんですけど、今更かっていうと、要は未だに思ってますよっていうことなんですが、そこがちゃんとしてくれると、本当にスマートフォン1台でもう何でもできちゃうんで、だってこのギャラクシーで、 もう 8K まで行ってるわけですね、撮影する動画。まあ 8K はそんな使うことなくても 4K は全然撮影できるわけですよね。で、それを、Android の動画の編集アプリってそんな良いものないんで、そこもある程度こう、ないんだったらないで、サムスンちゃんとやってくれないかなと思って、ちゃんとしたのをね、良い,いの作ってくれないかなって思うところなんですけど、それやると、撮影したものをそのまま大きなディスプレイにつなげて、編集ババ,ババババチバチってやっちゃって、 まあそれ、まあ SNS に本格的な動画を上げることもできますし、まあその、みんなでちょっと集まった時に、こないで行ってきた旅行先の動画まとめたんだよ、みたいなことができたりするし、まあもちろんそのプレゼン資料とかそういったものもパチ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 、その大きな画面で作って、リッチな資料とか作ることもできたりするんで、なんかそこら辺のね、ものをもうちょっとこう、 なかなかそのスマートフォンのハイエンド機が売れにくくなってきているご時世で難しさもあるのはわかるんですが、一時ね、いろんなメーカーもやってきていた、この力を入れてますよって多少なりともアピールをね、各社がやっていたこの、 モニターと繋げて PC ライクに使うというところ、もうちょっと踏み込んでくんねえかなっていうふうに思ってるところですかねで。あとはですね、めちゃめちゃいいこととしては、OS のアップデートを4世代保証っていうことを言ってるんで、そこはでかいかなっていうふうには思います。なので、今回が、その Android 12で出るわけなんで、13になった時に1回でしょで、14になった時に2回でしょ で、15になった時に3回目で、16になった時にやっと4回なんですよ。だから、サムスンの言うことを鵜呑みにするとすれば、4年ないしは5年ぐらい使える、保証されるスマートフォンとして出てくるんで、それはいいのかなって思いました。で、価格的にも元々の設定価格は別に高くないんですよ。ちゃんとその、なんて言うんですかね、うんコストカットを今年もやってるんで、 そこも高くないからうーん、そんなになんか毎年ポンポン買い替えない人でも、このハイエンド1台買っとけばっていう感じになるのは、ユーザー思想的にはいいかなっていうふうに思います。ただメーカー的にはどうなんだろうと思いますけどね。<laughs> そんなことやっちゃって大丈夫なのかな、みたいなうん。端末安くしつつ、サポート期間延長するって結構、うーん 自分たちのファンに喜んでもらう施策としてはあれなんですけど、ビジネス観点としてはなかなか難しいところだよね。そういう判断できるっていうのは難しいよなだと思うんで、それやっちゃって大丈夫なのかなと思ったりするんですけど、まあそういうものになってますというところですね。まあこれ今年、なんだろ、他のメーカーもやってくるのかな ?4、四回アップデート保証とかね。そういうのでやってくると、今度日本だとキャリアも大変になってきますけどね。 グローバルで、ギャラクシーは、あの、4回アップデート保証してんのに、例えばその、au 版ドコモ版ギャラクシー2回なのとかさ、3回なのっていう話なっちゃじゃないですか。それ少ないと、絶対文句出るんで。どうなんかな。今ではあと3回なのかなあれですけども。メーカー的にはなかなか厳しいですよね。どうなんだろうな。これはまあ、 ちょっと面白半分に見ていきたいところですけども、うん、メーカーの存続というか <laughs>、ある程度メーカーも儲かってもらわないと、よりいいものっていうのはね、なかなか出にくくなっちゃうんで、大丈夫かなっていうちょっと心配用材料でもあります。ユーザーとしては100%嬉しいことですけど。あとはですね、えっと、空張り。えっと、今回デフォルトというか、うーん 統一色みたいな感じで発表されてるのが4色発表されてます。で、S21 ウルトラなんかだったりすると、国内では2色ですよね、投入されてるのが。まあ、キャリアによっては1色だけっていうパターンだったりはしますけども。なんで、まあ、この4色丸々国内で投入されることはないと思うんですけど、プラス、この4色以外にもグローバルで見るとあって、赤とか、結構その、ガジェット好きな人たちが惹かれるような色ってのはあるんですよね。 なんだけど、それはサムスンの公式サイトからの購入って感じなんで、まあその北米とかね、そういうところで買えるわけなんですけども。まあそういった色は日本ではどうなのかいと。はい。が湧くばそろそろサムスンが公式で日本でもシムフリーで買えるように。まだ要はそのソニーがやってるようにとかアップルがやってるように、サムスンもやってくれると本当はいいのになっていう感じがしますけども。 で、これはただね、あの、もっと前から、例えば Z フォールドなんかでも、その、背面の背拍子に当たる部分ですね。そこのパネルの色を変えるとかっていうのはサムスン公式であったりとかも、もちろんそのストレート型の板形状のスマートフォンでも、あの、サムスン公式で、だと、公式サイトからだとこういう特別な色ありますよってやってたんですけど、 うん今年も本当はやってほしいなと思います。今年こそはやってほしいなっていう。うーん結構やっぱ赤月多いじゃないですか。うんやってほしいですよね。本当だったらね。で、あとはやっぱり思うのが、その冒頭でもペンがいる派とペンがいらない派によってこの評価が分かれるスマートフォンですねって話なんですけど、結局今回ね、そのペン派から見て,見ても、 ウルトラっていう最上位モデルでしか、そのノートの復活っていうのはなってないんですよね。できればそのプラスぐらいまで、無印はちょっとちっちゃすぎるなと思うんで、プラスぐらいまではペン、太陽機みたいなのは、もうちょっと低価格で、 スペックもそこまで高くなくてもいいからペン体力が欲しいよっていう人のニーズのためにもう本当だったら体力があれば用意して欲しかったなって思ったりはするところです。ちょっと俺がね、その今回の S22 ウルトラのこの評価によってこう、うん、言ってることと矛盾するかもしれないけどペンアルファとして見た時にはそういう意見もあるって話です。うん、あの安いノートがなくなったんで結局はね。 俺はあの、ノートも普通に持ってたり使ってきてますから、ペンが嫌な人じゃないんですよ。ペンの良さ知ってる人なんで。そこから見てもそ、その、ノート20の時にも、ウルトラあ,あったけど、無印もあったよねっていう、その、無印のファンもいるんですよ。ね。安価にペン持ちがしたいっていう人もいるんで、できるだけあんかに。そっ ここもちょっとなって思ったりします。ただ、やっぱり、その昨年ノートが出なかったっていうのは、あの、何度も言ってますけども、ノートシリーズの販売台数が年々減ってたっていうのが要因ではあるんですよね。で、その中で、まあ S シリーズはコンスタントに売れてましたと。ギャラクシー S シリーズは。で、プラス、えー、Z シリーズっていうのを新たに作りましたと。 もうそのサムスンとしての最新の技術力を結集していく、まあモデルとして Z シリーズできてるわけなんですけども。で、言ったらその3つのそのフラグシップラインを維持するのがなかなかサムスンにとっても厳しいと。いうところで、まあ販売台数が年々減っているノートをなくしていこうっていうことだったと思うんですけど、そこから今年、えー、言うなれば、 復活ですよね。ノートの上位モデル復活させて、S シリーズの上位モデルを廃止したってことなんですよ、これは。うん、その、言い方によってはね。そこら辺はどうなのかなって思わなくもないです。えっと、もともとノートシリーズって販売数減ってたよね。だからなくすっていう決断したんでしょっていうね。で、そこで、 過度に結構、ペン、デバイスをやっているようにも見えなくもない。だけども、現実問題減っていたわけだから、もともとペンを望んでいるユーザーってどんどん減ってるんだろうと思うんですね。一応その SNS とか見たりすると、ペンユーザーがみんな、ね、その、賞賛してるから、ちょっとその、めちゃめちゃ望まれてるように見えるかもしれないですけど、 数字的にはそうなんですよ。うん、だから、もしかしたら、これ S23 ではペンなしで、また S24 でペンありみたいな、各年各年で、そのペン搭載、搭載しないみたいなことが起こっても不思議じゃないかなとも思ったりするところですね。うんまあ、要は、 今年のこの S22 ウルトラで何でもありになった感があるんですよね。ペン狩り、ペンなしでペン対応ペン対応だけどペン非搭載の S21 ウルトラみたいなものもあれば、もちろん Z フォール3みたいなのもありますし、S22 ウルトラみたいなペン対応でペンちゃんと搭載っていうものも出してるわけなんで、 何でもできちゃうなっていう。S シリーズという名前だけしか、うん、揃ってなくって、スマートフォンとして見た時には、どっちも触れるっていうものが、今年で結果として出ちゃったわけなんで、売れ行きによっては、あの、来年の S23 はまたペンなしになる可能性もあるし、 2年に1度ぐらいペンありを出しましょうみたいな。ペンユーザーね。あのー、S22 ウルトラそろそろ買い替えたいでしょっていうことで S24 でペン搭載復活みたいな。いや、やってもありだよねっていうことにもなってるんで、んなかなかこの先も、<laughs> なんかこう、ユーザー的にはこう、触れ、触らされるな、みたいな。 ことも思ったりしてるところですかね。まあ、順当にいけばね、今年もドコモと KDDI が扱うのかなっていうふうには思うんですが、うんまあ、あとは楽天なんかも扱うかもしれませんけども、うーん、どうでしょうね。こそこら辺注視していきたいですね。 一応その S シリーズも一応その S21 と比べると、総販売数的には減ってるような判断なんですよね。ん違うな。だから S21 が S20 よりも、うん、減ってるような感じなんですけど、ただ勢いは S21 の方が高かったっていうところもあったりして、うん。なかなか読みづらいとこだったと思うんですよ。で、その S21 の中でも本当はね、ウルトラの その販売数が、その、それ以前の S21 ウルトラとか、S20 ウルトラとかと、比べると S21 ウルトラの方が良かったみたいな話もあったりするんで、要はその割合が増えたんですね、ハイエンド機のね。その、世界的にハイエンド機が売れ,売れなくなっていってるっていうふうなのが定説としてありますけど、S21 ウルトラに関しては、 従来の想定数よりも売れてるっていうとこだったりした。そで国によっては、本当に品薄になるようなレベルだったっていうのがあったりしたんで、そこが俺の中にやっぱ頭の中にあって、S22 ウルトラペン、ペン搭載がマストになっちゃったというか、強制になっちゃったのが引っかかるんですよね。ペンユーザーからするとありがたいんでしょうけど、 ちょっと気になるところですね、そこはね。まあ、もちろんこれは今後のその売れ行きだったりとか、えっ、ー、と、今年の後半の方にね、行くにあたっての次の S23 のね、リークだったり、まあ、サムスンがほのめかすところだったりっていうのを拾っていかないと、なんとも言い難いところではあるんですけど、この段階では。まあまあ、そんなようなね、なかなか評価するにもね、 難しいスマートフォン出してくれたなというふうに思います。本当に、あの、見る人によってこいつの評価分かれると思うんで、うん、あの、自分の使い方ですね。そこと照らし合わせて考えてみてください。はい。以上です。また見てな。バイバイ。